田中くんはいつも毛だるげは、うだのぞみによる日本の漫画作品。スクウェアエニックスのウェブコミック配信サイト、ガンガンオンラインにて、毎月第2、第4週更新で2013年7月25日更新分から2019年7月25日まで連載された。略称は、田中だ。いつも無気力な主人公、田中と彼を取り巻く。 同級生たちの学園生活を描いたインセンシティブ青春コメディ。作品には実在の映像、映画作品やゲーム作品のパロディが散りばめられている。シリーズ累計発行部数は150万部を突破している。2016年4月より6月まで MBS 東京 MX 他にて放送された。キャッチコピーは頑張らなくても青春は楽しい。テレビ放送のほか。 シネリーブル池袋にて毎週土曜に、田中くんは映画館でもけだるげと題し、放送より数時間程度の先行上映会を開催。劇中の背景美術は主に、広島県内の複数の街でロケハンしたものから、作品の世界観に合う景色を組み合わせて使用している。ツイッターで配信された短編アニメ、DVD& ブルーレイ各館、収録短編エピソード。 田中くんは、ラジオもけだるげのタイトルで、響きラジオステーションにて2016年4月8日から7月15日まで、毎週金曜日に配信された。全15回。パーソナリティは、高森夏美と、ツワーヤカ。田中くんはいつもけだるげ、t v アニメ化決定。ガンガンオンライン連載作。コミックナタリー。2015年11月19日閲覧。t v アニメ。 田中くんはいつもけだるげツイッター。2021年2月4日閲覧。らん。漫画3巻 58p。漫画3巻 26p。漫画3巻34、35p。漫画3巻36から 39p。漫画3巻 66p。田中くんはいつもけだるげ一巻公式サイト。スクウェアエニックス。2016年4月22日閲覧。らん。 田中くんはいつもケダルゲ2巻公式サイトスクウェアエニックス2016年4月22日閲覧田中くんはいつもケダルゲ3巻公式サイトスクウェアエニックス2016年4月22日閲覧田中くんはいつもケダルゲ4巻公式サイトスクウェアエニックス2016年4月22日閲覧 田中くんはいつもケダルゲ5巻公式サイトスクウェアエニックス2016年4月22日閲覧田中くんはいつもケダルゲ6巻公式サイトスクウェアエニックス2016年4月22日閲覧田中くんはいつもケダルゲ7巻公式サイトスクウェアエニックス2016年9月21日閲覧 田中くんはいつもケダルゲ7巻初回限定特装版公式サイトスクウェアエニックス2016年9月21日へ閲覧田中くんはいつもケダルゲ8巻公式サイトスクウェアエニックス2017年4月22日へ閲覧田中くんはいつもケダルゲ9巻公式サイトスクウェアエニックス2017年9月22日へ閲覧 田中くんはいつも気だるげ10巻公式サイトスクウェアエニックス2018年3月22日閲覧田中くんはいつも気だるげ11巻公式サイトスクウェアエニックス2018年9月21日閲覧田中くんはいつも気だるげ12巻公式サイトスクウェアエニックス2019年3月22日閲覧 田中くんは、いつもけだるげ13巻公式サイト、スクウェアエニックス、2019年9月12日閲覧。田中くんは、いつもけだるげキャストに、小野健章、細谷吉正ら決定キービジュアル公開。アニメ、アニメ、2016年2月18日閲覧。校舎の広島市立元町高等学校を、はじめとした広島市、三原市など、 一部東京都や岐阜県大垣市の背景も使用されている架空の街を描くための背景モデルとして使用しているため実際の地理に即して描かれてはいない田中くんはラジオもけだるげ第9回響き響きラジオステーション2016年6月6日閲覧 ON エア TV アニメ田中くんはいつもけだるげ公式サイト 2016年3月3日閲覧。テレビ放送対象地域の出展、田中くんは、ラジオもけだるげ。響き響きラジオステーション。2016年7月22日、閲覧。ありがとうございます。